さあて今回は8月のヤクルト戦から始めていきましょう。ゾウあと4本で40本塁打達成だからね、この実況で達成といきましょう。今の俺は調子がめちゃくちゃいいんです。8月絶好調だからね、この前は月間 MVP 取れても不思議ではないような、言い過ぎかな、言い過ぎですもん、そこまで調子は良くないんで、まあ打てる球が来たら打っていくよ。これは打てないで無理だね。トゥートゥー、さて来い、ストレートで来い。そこで落ちる球を選択する男には俺はなりたくないね。ねえわ。どまなくシト、左右か、おお、イエス、まず1本ヒット、いただき、だーだ、今のシトだったんだからホームランじゃないとね。まあ1本出たからいいや。ちょっとここ最近2割3分を切ったり切らなかったり、また上げたり切ったりと繰り返してるだけだからね、2割3分以上は絶対守っていかないと。2割2分はもうやだよ俺は。うーわっ、ギリギリボールと審判言ってくれ俺のために。あれをストライク取られたら打てる球がねえぞ。あーいや、悩んだ、期待してみよう、俺の足はイチローだ。うん、無理でーす。ホームラン打てる代わりにもう足は誰よりも遅いからね。おー、チーマさよなら、また奥井が決めやがったか。今季何度目だ、俺が記憶してる限りだ2度目3度目くらいになるんじゃないかな。そうや、この前さよならホームラン打ってたもんね。奥井の活躍嬉しいような、心のどこかでは畜生この野郎と、俺はたったの1安打しか打ってないの、何てめえ活躍してるんだというブラックピーマンもいるけどもね、それは表には出さないよ。ちょっと見ていこうか、今季の奥井さよならは何度目だろう。あ、ここでは見れないのか。ね、通算成績で見たらね、そのさよならの方が出てるはずだから、通算で何回さよならを打ってるか。どうだ？あ、1本。あ、まあ、これ本塁打だからね。だから本塁打と合わせて今季2度目ということでございますね。私はさよなら本塁打何回打ってる？記憶してる限りは3回以上は打ってるぞ。ほら、4本打ってるね。あ、7本だ！オーマイガー！おい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 、一流のプロ野球選手が20年やって、だいたい5個とかそれくらいなのに、俺はもう6年目の時点で7本打ってる。さよならの場面ではもうファン期待しかしてないだろうね。いや、7本も打ってたらもう、こう、さよならをかけた場面で打ってるイメージしかないからね。やべえよ俺。この実況でも打てたらいいな。8本目、いや9本目、いや10本目も打っていこうか。そういう場面でなかなか打席が来ないけどね、運が悪いのかいいのか。投げました、もう外角高め、ここはよく選びました、カウントは2ボール1。シットだ、シットだ、このシット打ちそう、もう無理だ、もう絶望だ、目の前真っ暗だ。はい、フォアボール、助かった。ここはもうあれ、シットを空振った時点で終わったと思ったけど、八木くんがちょっと濃厚なおかげでフォアボールですね。なぜ広島はこのピッチャー打てないのか謎で仕方がないね。打ちやすいじゃないか。ただ広島の選手は打てないっていうね。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチセーフ。第4球を投げた。空振り。ノー、早い。追い込んでから投げた。ヒットヒットヒット、よーし、来た、タイムリーか、ランナーはストップ、まあいい、これではいけないわな。よーし、2試合連続安打、止まりません、打ちまくり、これでホームラン、あと打点稼げたらパーフェクトなんだけどね。今打点ランキングではリーグ3位ですから、上には筒香山田、まあ、その差はトップとは5打点くらいしかないので、十分打点王を狙える範囲にはいるんですけども、ただただただここ最近ちょっと打点稼ぐ能力がなくなってるような気がする。シングル打ってはダメなんだよ俺は。シングル打って、はい、そうです、満足ですっていうバッターじゃないからね。打点ホームラン打って乱暴の選手ですから、それを打たないと評価されない。第2球投げました、あーゲッツー、あー2アウトか、2塁アウト、3アウトチェンジ、もう一回来い、もう一回来い、得点圏で来い、お願いします、お願い、よー、来た来た来た、あえー、これ同点に追いつかれたんかい。俺の打席来たのは嬉しいけどね、チーム勝ってたからね。
引き分けに追いつかれたのは残念かな。さてさよならの場面だぞ、来たぞ、いきなり来たぞ、さよなら本塁打どうのこうの言ってたな。通算8本目期待してくれていいよ。打つ気はある、打てるとは言っとな。ですよね、打てる気で打てないからね、うん、気力だけじゃ打てないから。ほう、来た来た来た、またさよならの場面。決めるわ、ここは。第3球を投げました。よし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 、はい、さよならだ。ホームランではないかな、フェンス直撃ツーベース、決めちゃいました。通算何度目かはわからない、ホームランだけで言うと7本ですけどね。ただ安打でもさよならタイムリーっていうのは打ってますのでね、もうわかりません。ただ俺の記憶の中にたくさんある一つにまたこれが追加されましたね、もう多すぎて数えれない。気持ちよかった、今日は2安打、最後の打点を稼ぐことができたね。イエース、これでまた一歩山田に近づいたし、俺のなんていうかな、人気が一つ上がったような気がするよ。さよならの場面で打ってくれるバッターはもう魅力しか感じないね。たとえそれが顔が超ブサイクでも変な匂いしてろうが、髪ボサボサだろうがね、ニートみたいな面してようが関係ないんだよ。さよならで打つってだけでも女からの人気はやばい、群れのように集まるね、女どもが。申し訳ないね、さっきは変な発言しかしてないね。よしよしよし、さてヤクルト3連戦の3戦目となりますね。ヤクルト戦はこれでおしまいとなりますから。あ、松井秀喜ちょくちょく見に来る。ただ今季は松井秀喜が見に来た試合で活躍できたことはほとんどないな。見る回数がだんだん減っていってるっていうね、多分俺のこと飽きてきたんだな。大した指導もしてくれてないけどね、なんか勝手に師弟関係みたいな結ばれてますけど、そんな受けてないけどね。先制のチャンスです。第9投げた、危ない球。この松井秀喜も暇だから見に来たっていう感じで見に来てるからね。投げた、打ちました、ファールボール。第3球を投げた、あーダメだ、こういうとこで打たないと山田には追いつけんぞ。これで3アウト。最近得点圏で全く打てとらんな、それ以外だと打てるんだけど。第1打席は内野フライに倒れています。内角低めいっぱいストライク、まずは見送りました。投げた、ボール、カウントはワンボールワンストライクです。5球は3球目、投げた、完全に外れた、ボール、はっきりしたボール球、ツーボールワンストライク、バッティングカウント、投げました、ファールだね、うん、スタンドに入りました、ファール。第5球投げました、ボール、これは完全なボール球、ボールカウント3ボール2ストライク。おー来た来た来た、いった、いったいった、イエッソ、37本目いただきました。40号まであと3本、行くで、逆方向にぶち込んだったで、気持ちいいね。引っ張るよりも俺は逆方向にぶち込むの大好きだから、それだけが生きがいだからね。第2球、いいわ、また頑張ろうって思えるね。インコース高め、空振り。第3球を投げました、ボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球は、あぶね、気をつけろてめえこの野郎、ホームラン打った、報復か、逃げやがった、デッドボールっぽい、危険ボールも投げた上にこの勝負からも逃げるっていうね、いいとこなし、チキン野郎ですわ。投球これから2球目、外角低めいっぱいストライク、投球はこれから3球目、あー月は仮面してくだっす、はい、東京ドームからお送りしております。何度目かな、何度目、もうええわ、数えない。インロー際どい球、ボール、第2球、はい、これもきっとは間違いないだろう、取れないでしょう、追いつくの、それ取っちゃうの、おーい、なんでそれを取っちゃうの。今季37本目も最後はあれは落ちるもんだと思ってたから、超ショック、超やばいって感じ。あれ取るセンター欲しいな、うちの球団に来てほしいよ。俺がセンターだからね、この巨人は。
あんな守備は当然できないわけだ。守備力 F、 補給も F。 なんでセンター守らしてんだお前。ひどいだろ。外野で一番上手い人がセンター守るんでしょ。外野で一番下手くそな人がセンター守ってんだからね。野球の根本からずれてる。この球団は全部ずれてる。ひどい球団だ。さて、ヤクルト戦は終わり、お次は、阪神戦となりますね。これはどうしようかな。うん、今回の実況ではこの阪神戦と横浜戦、あと6連戦残ってますからね。そちらの試合を実況して、次回の実況では8月の残る試合をプレイしていこうと思うんでね。まあでもこれ月間 MVP 取れそうな感じで打ってきてるから、ほんとあるかもしれないよ。今季はまだ1回しか取ってないからね。6月部門でしたっけ。あ、今日は高橋の誕生日。そうなの？初めて知ったわ。高橋、去年の今頃生まれたのか。パパ、あ、初登場だ、高橋。今までね、生まれたっていうだけで実際に出てきてなかったからね。え、それだけ？いや、もっと、いや、その会話の内容、高橋の評価上がってどうすんの、お前。高橋の評価上がらなくていいよ。よかった、たかしいたんだ。いや、俺もあの、ババアの偽装かなと思ってね、医者を巻き込んだね。壮大な、その、なんていうのかな、演技かなと思ったら、ちゃんといたんだね。これ、違うよね。子役の子じゃないよね。な、怖いな。ほんと、一回も出てきてなかったからね。これ、初登場ですよ。父親に全然似てないけどね。ほんと、子供か？アフロヘアはどうした、お前。頭爆発しとらんやないか。ピーマンっぽい髪型にしろっつったろ、お前。全然ピーマンジュニアじゃねえわ。別の子だね。誰の子だ、これ。名前からして俺の子じゃねえ。俺がつけたけど。ピーマン要素ないもんね。いい守備、鳥谷がいたら。なんてね。もうマイライフよ、6年目。鳥谷は当然引退してるわ。てか、このマイライフとか、もうこのパワープロだとね、鳥谷すぐ干されるからね、すぐスタメンから外されるから。マイライフ1年目の時点で鳥谷ショートいなかったからね。守備能力を考えたらすぐ外されるわな。えい、フォアボール。ここ最近フォアボールのペースがだいぶ増えてきてる。出塁率3割乗るかもしれない。今のところ2年連続で2割、3割切ってるわけだからね。どんだけ長打率が高くても出塁率がそうならなかなか OPS も上がらないよね。ひどいよ、出塁率規定打席到達で2年連続3割切るっていうね。それもこれだけのホームラン打ってる選手が、これだけホームラン打ってたら逆に上がると思うんだけどね。警戒されてフォアボールも増えると思うんだが。えい、ダメ。 AJ とかもまさにこういうタイプだったもんね。あ、俺とは違うよ。打率低いけど警戒されてるからフォアボール多くて、出塁率が2割前半に対して3割後半以上あるっていうのがね。懐かしいな、 AJ。 あのレベルがプロ野球に来てくれたっていうだけでも感動もんだよ。めちゃくちゃレジェンドですからね。メジャーリーグでも実績見たらやばいからね。なんで来たのか謎だな、そう考えると。打ち損じ、ありがとう AJ、 頼む。今だけ俺にホームランの力を貸してほしかった。 AJ の話しだしたら凡退続いてるぞ。やめとこう、もうこれ以上。うわー、で終わった。今日フォアボールのみか。3-0、打てない球はなかった。打てる球だらけだった。なぜ打ててないのか謎で仕方がない。一番自分がびっくりしてるね。アンダーの方は止まったね。4試合連続出塁が現在続いてる感じだ。まあどこまでも続かしていこうよ。フォアボール1つ選べてるってことはいいことだからね。チームの順位3位転落。あ、もうどうでもいいね。あの、3位以内に入れてたらどうでもいい。もう横浜が圧倒的ですから、もうマジック20点灯ですからね。ようやくこの横浜さんは、ファンは待ちに待ったリーグ優勝を見ることができるんだね。横浜ファン以外のファンもなんか、うずうずしてると思うわ。見てみたいもん、俺も横浜優勝するとこね。2016年のシーズンは、現在は3位ですか。CS 出場ってなると面白いかもしれないね。一回もないでしょ、だって CS の制度が始まってから。あれも結構最近追加された、ね、ものですから。一回も CS に出たことないと思う。広島を破って日本シリーズで的な展開あったら燃えるよね。セリーグファンだけど燃えるわ。
なんか巨人よりも広島よりもちょっと横浜に行ってもらいたい俺がいるんだよな。特別横浜ファンじゃないけど。うわっ、2打席連続、これひでえな。どうしたどうしたお前、上げてきたものを全部ぶっ壊してるぞ。ゲームは後半に入ります。今日はセカンドフライとサードフライ、こんなん繰り返してたら打点王なんて取れんわ。これから2球目、今回も結局6試合くらいプレイして今2打点しか稼いでないのかな。そうだよね、山田なんて多分この間のうちに5打点以上は稼いでると思うからな。第5球投げました、完全に外れた。これではまずいな、また差空いてるかも。投げました、はい、いただきました。完璧な完璧なホームラン、38号目。40号まであと2本だね。カットボール系の変化だったな、うまく合わせたよ。得意な球だね、もう大好き大好物です。第2球投げた、はい、これもど真ん中、失投も早いの取るか、めっちゃ速かったぞお前。メジャーリーガー並みの打球速度だったけどよく止めたよ。はい、チームは4対2敗北ですね。負けですね、打っても負けますね。涌井さんが負けたのか、そう涌井さんで負けたんだ、しゃあないわ。今日は4打数の1安打。ただね、この1本で終わるっていうのが寂しい。打てないね、得点圏で何度も来てるわけですから、ちょっと打点稼ぐ能力が8月になってだいぶ落ちてると思うわ。自分のソロホームラン以外での得点で入れてないもんね、打点あまり。84打点、まあ、残る試合数考えたらね、シーズン100打点なんて十分達成できると思いますけども、ちょっと焦りが出てきた。ホームラン以外で打線稼げてないからまずいよね。打点王もそうだけど、まずは最初にシーズン100安打、そこだね、100打点だ。そこはもう通過点なんで超えていかないと。また得点圏だ。さて藤浪くん、俺にホームランを打たしてくれねえか。投げた、もうカウンター2ボール。第3球を投げた。おおし、どうだ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 、いけ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 、よし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 、でランナー1人、ノー、2人帰れよ今のは。いけたろう、センターも今頑張れば取れたろう、俺が言う話じゃないけどね。いや今普通に取れたと思うよ。あのフェンス直撃の打球は結構ガバガバでね、あの守備が取りに行かないっていうのがあるからね、助かった。投げました、ツーシームはボール、カウントは2ボール1ストライク。投げました、打ちました、上島交代、余裕があります。上島取りました。5回の表、これからジャイアンツの攻撃、ランナーなしか得点圏でかもんよ。2割3分5厘、うわー、取れた、取れました。上島取った、ショートから一塁送球アウト。ジャイアンツリードで迎える6回、ランナー一塁、まずは一塁牽制か、セーフ。ファーストランナーをちらっと見て投げました、外れた、ボール。藤浪くんが今日大炎上だね、6点か。また162球でしたっけ、投げ出されるよそんなことしてると。肩ぶっ壊れるぞ。一塁へ牽制球を送ります。次が4球目、投げました、危ない球、投球これから5球目、えい、失投、ザ失投だ、これ以上な失投はないでしょう。39本目、あと1本です。40号まで、左で40本ともなれば結構久々だからね。前年右で40本以上は打ってますけど、3年ぶりくらいになるのかな。あと1本というとこまで来た。打点も87打点、カウンター2ボールノーストライク。第3球を投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、あーい、ただここどうだ、サードここ、ドイツくん、今日も終了か。いやでも十分だよ、いい活躍ができた。はー気持ちいいね、ホームラン打った日ってなんて気持ちいいんだろう。チームも10対2の快勝だしね、これで負けてたらこんなテンションは高くないと思う。むしろ不機嫌だったと思う。でも勝ってるからね。2試合連続ホーマーと6試合連続出塁が続いてるんだね。とりあえずこの実況ではこの出塁に関しては、まあホームランに関しては絶対次の試合あたりで途切れるからね。うん、まあそんな連続で打つことは難しいですから。ただ出塁に関してはこの実況、あと3試合プレイ予定ですけど、続かしていきたいね。9試合連続出塁といきましょうよ。
さてお次は横浜戦だ。ちなみに今季横浜に対してはかなり相性が良かったんですけどね、数字の部分ではね。はい、このようになってます。見ていきましょう。3割2分、唯一3割以上打ってる球団が横浜なんだよ今季。素晴らしい。ホームランも打点も打ててるしね。なんで対横浜だとこんな打てるんだろう。通算で見ていくと2割5分を切ってるんですけどね、今季に限っては打ててる。まあ、2割5分通算で打ってるのって中日だけだからね、セリーグで見ていくと。あの4年目がなければね、もっともっと数字としては高いと思うんだけどね。打率1割台だった4年目、あそこでだいぶ他球団のこの成績を落としちゃったよね。まあ4年目は確か全球団1割じゃなかったかな。確かそうだったと思うよ。全球団に対して1割よ、もう。ファンは何も期待できないでしょう。死んだ目で俺のことを見ていたね。さてこの3連戦でこの実況は終了。おお、左バル打ちます、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 打ちます。今季、満塁の場面で1安打しか打ってないからね。これで8打席目、8打数目ですね、満塁。どうだ、ついてね、捉えてたのに真正面、また満塁で打てなかった。ここはどう言って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 、あー、センター柳田、モーニングトラックで取るかい。今日はショートライナーとセンターフライ、ボール、これは完全なボール球。あと一歩いかなかった、悔しい。2打席ヒットでもおかしくない。ここはどうだ、さすがにいかない。今ヒットだ。とりあえず出塁は続かしたね。7試合連続全打席ヒットでもおかしくねえのに。このまま終われるか。絶対1本打ってやる。第2球、縦のスライダー、ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、危ない球。第4球は、あ、落ちました、ダメだ。左中間のフライ取りました。これでワンアウト。でゲームセット8-0。いや悔しい、また満塁で俺は打てない。もう今季ほど満塁で期待できない俺はなかなかいないね。だからこれ4年目と逆なんだよね、真逆なんだよ。まあ、普通に今出てる数字、ホームラン数とか打率だけ見ると4年目と比べてだいぶ良くなってるし普通にいいんだけど、4年目はね、普通の成績がもうクソすぎたんだけど、満塁はキャリアハイの数字を残してるからね。満塁打率が何割、6割くらいあったんじゃないかな。あ、今月の MVP は誰だのコーナー、セリーグ編。はい、石田、マイコラス、横山で、野手編では筒香。うわー、もう今季もこの今月も筒香で決定か。いやでも俺も名前入ってるけど無理だね。もう打点数では圧倒的、打率で見ても圧倒的だからね。筒香に唯一勝ってるのは本塁打数だけ。いやもう柳田も俺も筒香には勝てんよ。それくらい圧倒的な数字残してるもん。打点稼ぎすぎだろこの筒香、やべえな。もう諦めましょう今月。あーは諦めたくはないけど、ここからもうチャージをかけて、本塁打も伸ばし、打点も伸ばし、打率も伸ばしていく。要するに全部必要ってことね。そうすれば、筒香に勝てるかもしれない。無理だね。さて、得点圏。カモーン。投げました。インコース低めいっぱい、ストライク。まずは見送りました。第2球、投げました。チェンジアップはボール。完全なボール球。カウントはワンボール、ワンストライクです。投げました。打ちました。あー、ダメだ。サードから一塁送球、これ筒香がね、今日だけでこれだけの打点稼いでるからね。この実況始める前は筒香ランキング2位でしたけど、多分1位じゃない今。そして満塁、はい、いただきました、グランドスラム。気持ちいい。これです、これです、これです。もう何者にも変えられない気持ちよさがあるね。40号をグラスラで到達だ。もうええわ、もう終わっていい。もうあと全部閉殺だでもいいわ。今日に関してはもういらない、それ以上。これがこれ打ったからもう何も望まないわ。やばいよ、もう顔がにやけてるもん。打点も90打点到達したしね。このホームランで打点もだいぶ稼いだし、これあるぞ。ここから打てば月間 MVP、 このグラスラで可能性が十分に上がったな。
でも全然悔しくないもん。いつもならあーとかノーとか言ってると思うよ。リアクション取って、全然悔しくない。三振でどうぞ。もうコントローラー置いてずっとにやけてようかなと思うくらい今にやけたいからね。ただそれはやめておきますわ。一応打ちに行く。第3球を投げた。ストレート決まってストライク。第4球を投げました。打った。ボール、アルボール。投球これから5球目。打ちました。ダメかな。うん、もういいや、いい、セカンドゴロで OK。 もうグラスラで十分。チームは負けたけどね、いいんです、いいんです、いいんです。そこも気にしない。気持ちいいよ。40号グラスラ到達か。完璧に、完璧なだけだったもんね、ほんと。完璧に捉えすぎてちょっともう頭真っ白になったわ。打った自分が一番びっくりしてたっていうパターンだね。はい、4試合連続安打と8試合連続出塁が続いてますね。リーグ最速の40本も到達でございます。本塁打王に関してはもうこれは俺で確定と言ってもいいかもしれないね。あ、月に向かって打て。これは、40本を期間内に打つっていうミッションですね。はい、プロモデルスパイクゲットだぜ。ま、これも通過点ですからね。まだまだ試合はあるわけですから、50本目指していかないと。お、なんだ？あ、44本打つ。OK、やりましょう。このミッションですね。チャンスはお任せ。6打点を1試合に上げる。さっきは4打点でしたよね。こっちでいいや。これ、期間内に44本打つことですね。あと4本打つことなんてめっちゃ簡単な話。ミッションでもなんでもないね。ミッションで出す必要性もないわ。2割3分5厘40本。打ち尽くしさを覚えるね。2割3分で40本。俺が一番大好きな数字だわ。にやけが止まりません。さて、この実況、最後の試合ですね。横浜戦。ちなみに先ほど話してたんですけど、満塁の成績を見ていくとですね、これ見てください。今季は9打数あって2安打。その2安打目がグラスラ。あ、今日、あ、今季は2安打どっちともグラスラか。はぁ、珍しいこともあるもんだね。満塁で打ったんだ。全部ホームランっていう。で、俺が言ってたのは2019年ですね。5打数3安打、2本塁打11打点。これが満塁でのキャリアハイですから。ホームラン数でも2本で、今は今季と並んでトップですからね。打点数でも11打点で、今のとこキャリアハイですから。ただ、これキャリアハイを更新する可能性あるね。打率に関してはもう無理だけど、本塁打打点。満塁で一番大事なことっていうのは打点を稼ぐことだからね。あと1打点打てば、そしてホームラン1本打てば並びですね。2本以上打てば、抜きますから。一番キャリアハイのね、4年目の満塁成績を超えたいと思う。打率には差はあるけども。いきまーす。超えまーす。2試合連続グラスラ打ちまーす。満塁じゃないけど打ちまーす。どうやって？第2球。あ、ファル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 。よし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 。これはキャッチャー間に合いません。ファルボール。投げました。完全に外れた。ボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球は打ちました。はい、1塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。あのカーブだな。あのファールになったやつ打てたと思うんだよな。いつもの俺ならこれからジャイアンツの攻撃に入ります。キャッチャーフライになることなんてなかったよ。あれがもったいなかった。投げました。よし、ピッチャー返しで1安打を見せます。おお、また得点圏。現在の打率は2割3分7厘。第2球投げました。ボール。カウントは2ボールノーストライクです。えい、またまた失投でごわす。41本目。文句なし、なしなしのホームラン。ジャイアンツリード止まりません。6回です。今日はツーランホームランを打っています。投げました。打ちました。はい、また1本。はい、もうだしょっしょしょー、もうだしょっしょしょー、もうだしょっしょしょー。テンションがおかしい。おそらおかしくなるわ。こんだけ打ってたらね、おかしくもなるよ。一塁牽制、タッチはセーフ。第3球を投げた、打ちました。ファール。うわ、
投球これから4球目。あいー何も言いません。だって何も言わなくてもいいんだもん。言う必要がないね。もう打ったという事実があれば十分だ。2ホーマー、2ラン3ラン、2ラン3ラン、2ラン3ラン。化け物だ。自分で言うよ、俺は化け物だ。怪物だね。5打数の4安打、2ホーマー5打点という、今季4安打、これが初めて、初めてのこの活躍だからね。一つ言わせてくれ、一つだけ、これでいい、これだけでいい、最高です。それだけだ。あとはもう言葉として表す意味はないでしょうね。はい、じゃあこの実況はこれで終わりにしたいと思いますのでね、次回の広島戦をからまたこの続きでね始めていきたいと思います。もう本当この6年目の中で一番気持ちよかった実況と言ってもいいかもしれない。それくらい、めちゃくちゃに打てましたから、気持ちよさしかありませんでしたね、もう1ヶ月はオナニーはいりません。オナニーなしでやっていこうと思う。パワープロをね、パワープロ中にオナニーしてるわけじゃないからね、いつもはね、いつもそんなことしてないですから、勘違いしないでくれよな。さて、じゃあ私最後の成績見て終了していきましょう。現在は117ゲームをプレイして打率は2割4分1厘ですね。468打数の113安打、2塁打21本、3塁打0ですね。本塁打42本、打点は96打点でございます。100打点まであと4打点ですね。これはもういけるでしょう。得点圏打率は2割5分4厘、本塁打率は11.1打席、得点63得点で三振が31、フォアボールが28個、デッドボールが4個、犠打は0、犠飛が3つ、併殺は27個ですね。で、出塁率は2割8分8厘、長打率は5割5分6で OPS は8割4分4と、8割ギリギリだった OPS もここまで回復することができたね。で、最近5試合ではこの化け物じみた成績、止まれません。止まるつもりもございません。で、野手ランキングを確認にしていくと、首位打者は筒香の3割3分1厘。最多安打は鳥羽さんですね。本塁打では42本でトップ。もう山田との差を考えれば正直ここから打たなくても取れますね。打点数では、俺がトップ!筒香、山田を抜いての96打点でトップですね。まさかのまさか。いやもう筒香とか山田は100打点いってんのかなと思ったら、言うほど打点稼げてなかったんだね。いや違う、俺が稼いでるんだね。イエース抜きました、抜きました。このままもうこの1位をキープしていきましょう。2位の筒香とは4打点差、これグラスラ1本打たれたら同点に追いつかれますからね。まあ差を開けていかないと。で、得点圏打率トップはチチェスターですな。で、盗塁では31個で柳田、出塁率では山田、OPS でもこれ山田となってますね。私はリーグ8位になってます。いろいろとね、今後の実況では本当に最高な実況になったので、次回もこんな感じでやっていきたいね。グッバイ、また会いましょう。